コリアタウン、コリアタウンとは世界各地に散在する韓国、朝鮮系住民の集中地である。アメリカが主衆国、中華人民共和国、日本が中心で、ロシア、中央アジアにも一定数居住している後来人、カナダにも増え始めている。韓国から米国への移民は1903年に始まったが、1965年に同盟国、 大韓民国からの大量移民が認められてから移民数が激増した。現在の在米韓国人数は約200万人に達する。国外最大の韓国人居住国である。中国東北部の朝鮮国境地帯には、李氏朝鮮時代から朝鮮農民が入り込み、日本統治時代に規模が拡大した。現在200万人近くの朝鮮族、中国国籍が住む。 中国朝鮮族の中心地は、吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市であり、他にも州内に、昆春市などの朝鮮族人口が、韓族人口を上回る都市が多い。1990年代以降、中間修行により韓国人のビジネスマンや留学生が大量に中国へ渡り、これらの人々を中心にして、新しいコリアタウンが中国各地に形成されている。 比較的歴史が古く、規模も大きなものとしては、新洋市の斎藤が名高い。他に、北京市の餅ち系、上海市民工区の龍華市は、長春市の京林路、丹東市の三馬寺などがある。これらのコリアタウンには、朝鮮族が流入して、別途に、朝鮮族タウンが形成されている。朝鮮半島の日本統治時代に、経済的理由などにより、日本に、 生活の糧を求めて移入してきた者、また戦後に朝鮮戦争の難を逃れて日本へと密航してきた者が多い。日本に根を下ろして生活しているこれらの子孫を含めた在日韓国、朝鮮人、特別永住者の数は約33万人、2017年現在。すでに日本国籍を取得した者、朝鮮系日本人やこれらの子孫も含めれば、 その数は100万人以上にも上る。国籍は朝鮮籍から韓国籍への変更が可能。その逆は不可なため、現在では時代変化に応じた国籍取得による韓国籍者が多い。なお、在日朝鮮人に限らず外国人は本名とは別の日本史に対応した通称を名乗ることが許されており、マスコミ報道では会社の方針によって通称のみが報道されたり、 本名と併用されることも多々ある。また、1965年、昭和40年の日韓国交正常化後に日本に渡航してきた者も,も相当数在留している。1983年、昭和58年に当時の内閣総理大臣、中曽根康弘が21世紀初頭までに留学生の受け入れ数を10万人とするとした政策目標を発表した。 政策実現には多少の緩和政策が含まれ、結果としてパートタイム労働における外国人労働者の市場解放が慣れた。そのため経済格差のある韓国からも多数の留学生が日本にやってきた。この政策以降、新たに日本に来た在留韓国人のことをニューカマーというようになったが、特にバブル景気以降に日本へ来たものを言う場合もある。また、 毎年170万人を超える日本への韓国人、入国者のうち、一定の割合が出稼ぎ化しているものとみられ、さらに、日本海沿岸地域の港湾部、特に定期航路、旅客、価客がある、下関港、関府フェリア博多港を抱える下関都市圏、北九州都市圏、両方をまとめて、関門都市圏とも言うでは、反定住化している例もあり、山口県下関市には、 下関駅付近に事実上のコリアタウンであるグリーンル商店街が存在する短期在留傾向の強いニューカマーの実態はつかみづらい。長期在留のニューカマーはきちんとした在留資格を持つ者がほとんどであるが在留期限の切れ対方状態、オーバーステイのものもある程度存在するためこちらも実態をつかむのは困難である。統計的には韓国、 朝鮮系の一般永住者が約6.9万人2017年となっている。これらニューカマーたちは日本統治時代の政策とは関係がなく戦後の韓国の教育を受けているために在日韓国、朝鮮人との間に考え方や文化の差があり外国にいる日系三世と在留邦人との関係に似て溝がある。また日本の中の韓国 パスポートのいらない韓国として紹介されることがある。韓国と気候、特に冬が似ている北海道や東北地方には大きなコリアンタウンはなぜか存在しない。ただ、少数の在日韓国、朝鮮人は居住している人口不足により農村民の結婚比率が低くなったため、ジャパユキさんブームでコリアンパブで知り合ったり、韓国や中国、フィリピンなど東南アジアに お見合いツアーを出すようになったため、在日コリアンの文化の一部は日本人にも馴染み深いものになっている例もある。岩手県の森岡冷麺が有名。しかし全国に比べ在日コリアンは圧倒的に少ない。東京にはニューカマーの数が多いため、ニューカマーのみでコリアタウンを成立させることができる。在日韓国、朝鮮人によるコリアタウンや 在日とニューカマーの混在型コリアタウン、富裕層のニューカマーのみのコリアタウンなど、コリアタウンの形態は雑多である。東京のコリアンタウンは主に、戦前の日本統治時代に、朝鮮半島から来た、人たちが基礎を築いたもの、三河島、西新井など、戦後に闇市などで没興した繁華街、東上野キムチ横丁、赤坂韓国人蔵街、 新大久保風俗街など、戦後の混乱期に不法選挙の廃品回収業、通称、バタヤの人々が集中した地域、1990年代の入管法改正以降に増えたニューカマーにより、変貌した町、近視町、小岩などがある。戦前は、東京を凌ぐ、経済状態であったため、戦前、戦中、戦後在日韓国、朝鮮人の中でも、戦前、 戦中からのものが多く住む。戦前において、山口県下関市の下関港は、寒フ連絡船、現在の寒風フェリーの起源が就航していたところであって、また、福岡県の筑豊丹田では、多くの在日韓国、朝鮮人が労働に従事していた。終戦を迎えた時、下関港や博多港は在日韓国、朝鮮人総館の主要な出発港となったが、 様々な原因によって在日韓国、朝鮮人が帰還できない、しない事態が発生したため、山口県、特に西部や福岡県に、多くの在日韓国、朝鮮人が滞留することとなった。現在では、韓国との間に毎日就航のフェリー、下関港不山港、博多港不山港、高速艇、博多港不山港、航空路線、福岡空港ソウル、不山があり、 空路、回路を通じて、たくさんの韓国人が降り立っている。以上のような背景から、山口、九州に在日韓国、朝鮮人、ニューカマー、韓国人観光客の3者が入り乱れることとなり、コリアタウンの定義が難しい地域となっている。また、九州地方は、温泉地を中心に、韓国人観光客にとって人気となっている場所が点在しており、 特に宿泊設備の整ったハウステンボスなどではつでもたくさんの韓国人がいるような状況になっており文化的にコリア化していないが韓国語が飛び交う疑似コリアタウンとなっているカナダ政府は1967年に移民政策を緩和したため韓国系移民が流入し始めたただ1997年の香港返還前後に流入した 中国系移民に比べるとそれほど多くはない。パリでは韓国大使館のある中国、特にエッフェル島南側のラモットイコールピケイコール、グルネル駅周辺界隈に、韓国人コミュニティが多く形成され、韓国料理のレストランや韓国食材店などが多く、連なる。またパリオペラ座付近の日本人街にも、韓国食材店やレストランを兼ねる店も少なからず、存在する。 日本人コミュニティ用の日本語無料配布新聞にも、これらの韓国系店による日本語広告が多く見られる。それゆえ、日本料理店は、混同や埋没を避けるためのイメージ向上策として、ジェトロにより日本料理の有料店に対しステッカーを配布すること2006年より始めた。コリアンの移住は1860年代に、帝政ロシアのも、不毛地帯であったアムール川中流 火流域や宴会集に朝鮮からの開拓入植を許可されたことで始まったが、1937年のソビエト連邦内での少数民族、強制移住政策の結果ウズベキスタンとカザフスタンにまとまったコリアタウンが見られるようになった。入国管理局、統計、外務省、統計、社会実情データズろク、一区のコリアタウン公式サイト、コリアタウンが多い理由。 新用紙斎藤アジア最大のコリアタウン。東上名のコリアンタウン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。